村長。ん？うちの相棒が気になっていることがあるってんで来ました。俺がここに運び込まれた時の話です。あの日あんたが一番を見殺しにしなかった理由、そして病院に運ぶでもなかった理由、もしよかったら話しちゃもらえませんか。そうか、わかった、話してもいい。どうせもう潮時だろうからな。潮時？ああ、このホームレス街には昔から秘密の取り決めがある。ここで村長と呼ばれるまとめ役に代々引き継がれてきた掟だ。掟？そりゃどういう？不定期に運び込まれてくる死体の処理だよ。え？死体の？それを運び込んでくるのは荒川組ってカムロ町のヤクザだ。見返りに俺たちはいくらか握らせてもらう。荒川組ってマジっすか？でも昔からってことは登場会の時の？詳しくは知らん。ただそういう仕組みができてた、俺がここに住み着くずっと前からな。処理する死体はいろいろだ。撃たれたのやら刺されたの殴られたの、どんなんだろうがゴミの山の下に穴掘って埋めちまう。何体埋まってるかは知らん。バブルの頃は月に一度はあったらしい。俺が村長になった後も3人運び込まれてきた。殺しの荒川組か。ただし運ばれてきたのに息があった場合はさらに裏の取り決めがある。いや、今までの話も十分裏でしょ。運び込まれた人間に息があった場合は死んだことにして救って逃がす。え、なんでそんなこと？自分を死んだことにしたいって人間はいつの時代にもいるもんだ。借金で夜逃げしたいやつ、組織に狙われて逃げているやつ、そういう連中をここに送り込んで死んだことにして逃がしてやる。もちろん代わりに金は取るんだろうがな。とはいえ荒川組にしたってバレちゃまずい仕事だ。だから滅多にないケースなんだがな。じゃあ俺の場合に？その取り決めがあったからあんたは俺を助けてくれた。そういうことだ。俺を運び込んできたのはどんなやつでした？荒川組のもんだろうが、俺もそんなのまで確かめやしない。そいつは車のトランクから血まみれのお前さんを下ろして、そして相場通りの金を俺に握らせるとすぐに帰ってった。最後まで一言も口を聞かずにな。すまねえな、イチ。死んでくれ。頼んだぞ、イチ。なんだ今の？ん？おやっさん、俺を撃った後何か言ってたみたいなんだよ。多分頼んだぞ一って。なんだそれ？いや、確かに言ってたんだ。夢じゃねえと思うんだがよ。よう一番。希望を持つなとは言わねえ。だがな、お前がここに来た時マジで生きるか死ぬかの瀬戸際だった。ちょっとした行き違いがありゃ死んでたはずだ。お前が荒川のことを信じたくなってるのはわかるけどよ、俺にはちょっと。
それでもおやっさんは俺を撃たなきゃならなかった。解放に来てた。他の極道たちの目があったから。ん？いや、なんでもねえよ。忘れてくれ。先にやらせてもらってるよ。いいんですか、ごちそうになっちゃって。お前がおごってくれんのか。そうしたいですけど、支払いはこれじゃまずいですもんね。どうやらゆっくり飯を楽しむ気分じゃないか。うまい北京ダック、俺にも気持ちよく食えるようにしてください。あなたとおやっさんがそういう関係なのか。俺に気持たせたのはあなたですよ。偉人帳の偽札は戦後間もなくから人知れず作られていた。先代の清流会と半品流マン、その一握りの幹部だけが知る極秘の事業だ。ただしその他に何人か偽札の運び屋を雇ってもいた。運び屋？そのうちの一人が旅回りの役者だった男、荒川敏夫だ。そいつは荒川真澄の父親だ。え？ある時彼はトランクいっぱいに詰めた1億あった偽札を紛失してしまったと言ってきた。そいつはどんな理由だろうが許されることじゃない。清流会は他の運び屋たちの手前けじめをつけなければならなかった。だが偽札のことを知る人間は一握りの幹部だけだ。けじめを取るにしても組の下っ端に任せることはできなかった。だから先代はいずれ組の跡目になる俺にその役を命じた。ってことはまさか会長。そうだ、つまり俺は荒川敏夫を、荒川真澄の父親を殺した人間で、荒川敏夫と個室にいたのが誰かは事の直前まで知らなかった。それがまだ14の息子だと分かった時にはもう引き返すことはできなかった。殺された親を最初に発見するのがその子になる。そう分かっててもなおだ。後で知ったことだが、偽札が紛失したのは荒川敏夫の妻とその愛人が盗んだからだった。二人は海に沈んで消えた。死体も上がっちゃいないがな。じゃあ大家さんは両親を一度に。ああ、そして座長を失った一座もその後解散。荒川真澄は役者仲間数人と流れ者になった。何者も頼れない彼らが生きるには極道にでもなるしかなかったんだろう。東京の鴨呂町でな。荒川が入ったのは東条会の枝で氷川興産って組だ。ずいぶんきついとこだったらしい。殺しも平気で請け負うような組だったみたいだからな。だから氷川興産はしょっちゅう死体の処理に追われていた。
ちですか。荒川真澄も当然それを手伝わされたわけだが、ただその死体の始末に彼はわざわざ横浜の偉人町のホームレス街を使うようになっていった。え、東京の組なのにどうして。少しでも横浜に来る機会を増やすためだ。そうすれば父親が殺された町で犯人を探すことができるからな。そうか、その時から親さんは偉人町のホームレスと死体の始末を。荒川は偉人町に通っては執拗に前科者や極道の顔を探し続けた。たった一つの手がかりを頼りにな。あの日一瞬だけ見た怪しいボーイの顔、それだけをひたすら追い続けた。そして事件から7年が経っていたある日、俺のもとにこの平安楼への招待状が届いた。差出人は荒川真澄。素性を隠す気もないその手紙に、俺は逃げられるもんじゃないと悟った。だからボディーガードも誰もつけず、俺はたった一人で荒川からの招待に応じたんだ。一人で？でもそれは危ねえだろうな。きっと殺されるだろうと思ったさ。じゃあどうして。どの道ろくな死に方はできん家業だ。あの時の子供に殺されるのならいくらかマシなんじゃねえかってな。俺にとってあの殺しは喉に刺さった小骨みてえに引っかかってずっと消えなかった。今お前の座ってる席に荒川も座ったよ。ここに？ああ、まだ二十歳を過ぎたかどうかってその目はもう何人も殺めてすさみきっていた。そして俺はなぜ荒川敏夫をやらなきゃならなかったのか、その理由をありのままに伝えた。どうせ殺される身だ。偉人町の秘密だった偽札のことも全て話した。その間銃を手にしていた荒川はいつでも好きな時に俺を殺せたはずだった。だが俺の話に全く口を挟まず、全てを聞き終えると荒川はゆっくりと席を立った。そのまま出て行こうとする荒川を俺は引き止めた。復讐しに来たんじゃねえのかってな。で、おやさんは。あんたがふてぶてしく俺の正体を無視してくれりゃ背中から撃てたのにな。そう言って出てったよ。おやさん。1984年に日本の満札は聖徳太子から福沢諭吉に変わった。その時自分の組を持つまでになっていた荒川に俺は贈り物をした。贈り物？ああ、福沢諭吉が書かれている新しい偽札を贈ったんだ。それもわざわざ裏面を白紙にした特注のエラー品をな。なんでそんなものを。説明は難しいな。まあ強いて言えば
恩義とけじめの気持ちだ。恩義とけじめ。ああ。俺は荒川の招待を受けたあの日、殺されるはずの人間だったんだ。だが彼は俺の命を取らず、胸に仕えていたものさえ消し去ってくれた。それだけじゃねえ。偉人さんの均衡を保つことも彼のおかげで続けられたと言っても過言じゃねえんだ。すげえ。荒川には途方もない恩を受けた。だがけじめの気持ちも忘れちゃならねえとずっと思ってきた。その気持ちの印がそのエラーの偽札だ。偽札の秘密は俺や偉人町の急所だ。だがその秘密が保たれ、ずっと偉人さんが成り立っているのは荒川のおかげだという気持ちと、そしてもし俺を生かしておいたことが見込み違いだと思うことがあれば、いつでもそいつを使って俺を好きにすればいい。その二つの気持ちがそれなんだよ。そのつもりで実は裏書きに一筆入れたな。恩義平衡を忘れず、賞や罰を常に適切に与えられるという様子を例えた言葉だ。俺が背負っているものにふさわしいと思って書いたんだが、さすがにほとんど消えちまったようだな。そういうことだったのか。しかし今その偽札を持った男が俺の前に現れた。それは俺だけにわかる荒川からのメッセージに他ならない。お前という男が荒川真澄にとって大切な身内だということだ。おやじさんが俺を大切な身内だと。荒川もその偽札の大事さは理解しているはずだ。だがな、それを手放しお前に託した意味をお前も理解すべきじゃないのか。だとすれば、カムロ町でお前を撃ったのは荒川の本意じゃなかったと考えるべきだ。撃ったのは殺すために撃ったんじゃなく、お前を生かして俺の元へたどり着かせるために撃った。違うか。今俺にわかるのはせいぜいここまでだが。いえ、ありがとうございます会長。そっか、やっぱそうか。でも判断すんのはお前さんだ。俺は知ってることを話して。ねえ、いいんです、十分です、信じます。そうかい。ええ、俺の仲間も同じことを言ってたんです。俺にとっちゃその仲間ももちろん会長も信頼できる人です。だから信じれるんです。そして俺自身もおやっさんを信じなきゃいけねえって改めて思いました。春日。はい。お前、荒川とは血縁か。まさか、そんなんじゃありませんよ。そうか。
あいつはいい若い衆を持って幸せもんだな。親としてさぞかし鼻が高いだろう。